ですが、ここで地震に関する情報をお伝えします。内田アナウンサー、よろしくお願いします。内田アナウンサー、ありがとうございました。18ナイティナインのオールナイトニッポン。どうもこんばんは、ナイティナイン岡村です。矢部です。スペシャルウィーク、はい、でございますけれども、そうですね、急遽ね、先週ですか、うん、内容がね、ガラッと変わりましてですね、そうそうそう、こんなことまあなかったんですけども、スペシャルウィークっていうのはもう最初の最初にね、もうスタッフさんが打ち合わせして、こういうのやっていこうって言って、前の週に変わるってやっぱり なかったですよね。初めてじゃないですか、長いことやらせてもらってますけども、前代未聞。一回それで、番宣取ってしもってますからね。そうそうそうなんです、そうなんですよね、取ってしもったんです、流したんですけども変わってしまったっていう。そうなんですよね、まあ、そういうこともあるんだなということですけども、はい、まあおめでたいことをでもあるんでね。まあそうね、はい、これはこの今日はイマジンスタジオからじゃないですか。イマジンスタジオなんです。これも急遽なんですかね。あ、これもだいたいイマジンスタジオを使うってなったらオリコンさん来るんですけども、オリコンさんも来てないっていう。来ないね。で、イマジンスタジオを使うとオリコンさん来てくれるんですけども、ずらっとこの並んでね、写真撮ったりとかすることあるんですけども、オリコンさんも来てない。いつものスペシャルウィークとちょっと違いますね。おかしいな。そうなんですよね、うん、なんでやろうな。逆にいいんですか、イマジンスタジオ使わせていただいて。あ、いいんです。3分の2余ってますけど。なんかスタジオのすごいこう、なんかあるんですか、向こうで。イマジンスタジオの向こうでなんかあるんですかね。恥ずかしいですよ、ちょっとグッと寄りすぎてて。そうね、いつものスタジオでね、できそうですけどね。そうなんですよ、そんなにスペースだけで言うとそんなに変わらないというか。まあ需要があったんでしょうね、まあ、でしょうね、やっぱりそれはね、はい、うん、まあうまくいけばいいですけど。スペシャルウィークですから。いやいや、そうなんですけども、うまくいけば。あの、何喋ったらあかんの。待ってくださいじゃないの。喋るでしょ、もう。しかも知らん方やないか。知らん方って散々いじっといて、2週にわたっていじってないよ、何も。まだ散々言っといて、まだ喋ったらあかんって。我慢できへんかったの。高見てみればもっと小さい声喋ってるしな。ダメなんだって。いやいや、めちゃくちゃ言われてた。ダメだって言われたから。このすごい言われてるよ。うちに書かれてる台本読めよお前。ここで入るって書いてあるから。高木さん、高木さんより前のめりにならないで。いやいや、いいじゃないですか。いいじゃないですか。このラジオは僕いいじゃないですか。あんだけ言われてたんですよ、いろいろ。急に成りすましだとか。マウジしたみたいに。いやいや、成りすましとか言う。成りすまされとったぞ。いや、僕本人やってる。気づいてる？気づいてます。本人なんですよあれ。僕がツイッターやってるんで。二人のせいで。ちゃうわ、もう来てたんじゃん、ラジオに。いやいや、二人のせいで、ほんと僕知らない人からめちゃくちゃコメント来たんですから、たくさん。誰ですか、なりすましですか、ゾフィーのなりすまりですかといっぱい言われてるんですから、僕。自分でやってたんか。いや、自分でやって、自作自演じゃないですよ。何自作自演するの、僕が。お願いします、ね。ちょっと待ってください。池谷ですから。まだちょっと待ってくださいよなんて、どこにも書いてないやないか。いやいや。だってすごい言うから。まだ入るとこじゃないから。高木を見てもまだ入るとこじゃない。書いてあるから。赤線で書いてあるから。イマジン怖いんだよ、黙ってると。おかわん思いですから。もう自作自演、自作自演とかセリフないから。セリフ通り、台本通りやれって。みんなアドリブじゃないですか。だってなんか台本通りアドリブやるなって。嬉しそうに喋ってるけど、池や、池谷です。え、いや、覚えてください、池谷って。でも例のあのね、はい、ネタ中のあのセリフは、はい、あの有名なセリフあるでしょ。あ、はい、はいはい、あれは台本でしょ。あれ台本。いやいや、あんまりそこに言わないですよ、ネタのこと。台本だよね。僕が書いた台本です。あれ台本でしょ。いやいや、言ってます。池谷っていうのか。池谷って言います。池谷っていうのな、はいはい、池谷、お前なんだこいつって、どんな気持ちで言うてるわ。いやいや
あんな顔をよかしといて。いや、それ変なやつが来たんですから、変なやつ来たなと思って引いてる、なんだこいつって言ってますよ、僕。いやいや、せやねんけど、なんだこいつって、うん、高木はお前に対して、なんだこいつなんか、一回も言ったことないよな。コントの世界言ったことないですね。言ったことないよな。はい、そんな、なんか、汚いセリフ吐いたことない。吐いたことないよな。はい、いやいや、だから好きやねん、高木のこと。嬉しい。いや、僕どうなんすか、じゃあ。お前は嫌いやねん。なんだこいつ。それまた、もう、なんか決めたみたいな顔して。なんだこいつみたいな。楽しいなと思いましたけど。楽しいね。いや、喋ったらあかんって、だから。いや、喋ったら、確かに。赤線で書いてあるからさ。じゃあ、すみません、黙ります、じゃあ、すみません。ここで入る。説明するから。あ、すみません。ちょっと待ってて。はい、はい、すみません。今日はね、スペシャルウィークということで。ね、もういきなりね、フライングで喋り出してしまいましたけど、ここじゃないとこで、そういろいろ言うから、いや、そう、怒っといてよ。わかりました。だ、もともとはジョイマン2人をこう迎えてね、いや、そうですよ、だから、そう、なんすかの、新ジョイマンでメインにしといて次の週でフックに変わるって何なんすかあれ恥ずかしいですよ、それは。情けねえっすよ、俺らが。それは俺らの知ることじゃない。完全に海外ジョイマン弱いってなってる。ジョイマン弱いんだってなったんですか。なったんじゃないですか。なった証拠じゃないと思うで。いや、そう、弱いとかじゃない。いや、ジョイマンどうですかって言うて、ジョイマンええやんか、ジョイマンでお願いしますって言うたよ。うん、いや、2週間前になったんですよね。なったはずや。何が起きたんですか、はい、1週間後に。確かに。ね。目覚ましたというか、ちょっと夢の中で言ってくださいよ、それは。そのまま走り切ってほしいですよ、こっちからしたら。次の日睡眠よくとってな、次の日起きたら、はい、ああ、まずいまずい。どうかしてた。疲れてたんですか、会議中じゃ。とんでもないこのタイミングやって。そう、福君が、はいはい、まさかまさかの誕生日やな。そうですけど、しかもダブルやん。ダブルのおめでとうや。そう、それはほんで出れるようになんねん、この日本放送に、はいはい、っていうことを嗅ぎつけたのよ、そう、ジョイマンディレクターが、はいはい、ジョイマンどうのこうのじゃないの、はい、だそっちのダブルのおめでとうがでかすぎたの。話題としてはでかいと思いますけど、そしたらその、うん、一言連絡もらってもいいんじゃないですか、僕ら。何やお前、文句明かり、はい、いやいや、なんで怒られなきゃいけないんですか、僕が。連絡とか、なんで僕らそのラジオのオンエアにしなきゃいけないんすぐに文句しか言わんねえ。君のことを知らんかったよ、俺ら。なんで知らないんすか、僕ら。面白そう、香港さん目指してんの。面白そう、え、香港さん目指してる。夢も希望もない思ってる。そこはノーコメントさせてください。高木さんのお友達っていうぐらいしか知らなかったの。なんでなんすか、面白そう出身ですよ、僕ら。一番さ、高木はな、池谷もですよ。ジョイマン二人ともですよ、それ。高木さんのお友達でしょ。まあ、友達ではありますけど、友達をなんだこいつっていう。いや、コントですよ。やつは嫌やねん、俺は。コントですもん。あれは。コント、いや、漫才でも突っ込んだりするじゃないですか。だって身長間違えたらって突っ込むじゃないですか。それと一緒ですよ。せやけど、なんだこいつとか言えへんね。いや、それコントですもん、何回も言ってますけど。作品の中ですから。いや、コントかも知らんけど、そういうの。さあ、恥ずかしない、逆に。コントですもん。いや、それ言った方が恥ずかしいですよ、俺。出てくるの知ってんねやろ、高木が。ラップで。そのはずなんだ、何回もやってるし。もちろん、コントやって言うねん。100% 出ますもん、だって。はい、ほんで、なんだこいつはもう、おかしいやね。いや、おかしくない、ね、コントってそんな恥ずかしいとかじゃないですよ。お友達ちょっといいかな、説明お願いします、まあ、何回もうちの相方な、今日の趣旨をな、いやいや、そうです、ね、説明しようとしてる、ま、の友じゃないから、せーのお友達がすっごい、すみません、なあ高木、ちょっと高木は友達連れてきちゃって、お友達ってやめてもらっていいですか、素人と一緒になっちゃうんで、僕ちょ、お笑い芸人やってると19年頑張ってるんです、高木はちゃんと友達でやめてください、連れが来ちゃう、ジョイマンでもなくなるもん、そうですよ、お友達やったら、はい、なんて呼んだらいいの、いや、池谷でその、あ、池谷君、そう、だからもともとはジョイマンをお迎えして、新ウルトラマンならぬ新ジョイマンという企画をね、はい、やろうと思ったんですけども、はい、先週から急遽企画が少しだけね変更することになりました。はい。その名も、新ウルトラマンならぬ、新成人、鈴木福君生登場、みんなでお祝いしましょうの会。さあ、今日はなんと1時間前に18歳の誕生日を迎えたばかり、めでたく新成人となるあの鈴木福君が生登場してくれます。だから12時過ぎないと動けなかったんで、ちょうど今、向かってくれてると。それかも寝てるか。まあ、マジで。来ないですか。でも、まあ、まだ慣れてないですよね、体が。いや、来てくださいよね、これはね。うん、まだ丸盛りやから。さすがに新成人に、ね、なられたんでね。貴重ですね。だお誕生日と新成人をお祝いしようと。ダブル。いうことでございます。うん、これはめでたい。めでたい。おめでとうございます。うん。
これしょうがない、これちょっと納得はしてくれるでしょ。もちろんです、はい、そうですね、これに関しては企画が多少これはちょっとめでたすぎるんで、確かにこれは、はい、うん、はい、ね、ジョイマンがあだこうだいうことじゃないですね、これはね、はい、これに関してはね、はい、はい、連絡欲しかったです。いや、あだこうだ言ってもいいよ。いやいやいや、負けますよ、クーさんには。やっぱクーさんには、あと高木はいやいや言うてんのに、その なんでそのあなたは連絡くださいとかそういうことしか言わないのよ。いや、だってその生放送で聞いてた時に知るって結構辛いですよ、うん、リスナーとして聞いてて、うん、あ、え、ジョイマンじゃないのメインって、なんか一言変わりましたって先に言えるじゃないですか、それが大人の。なんかジョイマンがメインやったとしても、はい、メインは高木さんです。なんでなんですか。いやいや、池谷なんですよ、コンビでジョイマン、ジョイマンですもん、ジョイマンです、はい。来れただけでもいいじゃん。来れたら嬉しいですよ、それは嬉しいよ。ここにさ、今いや、それ憧れないね、ちゃんと。そりゃそうだよ、来れただけでも言いたくないよ、こんなこと。俺だって最初から楽しみたいんだから、本当は。また文句ばっかり言って。いや、そうだよ、口数は多いよね。ナイナイさんのラジオで俺お笑い始めたんだから。いや、俺も聞いてたよ。だから分かってるよ、怪我すなって。ごめんごめん、怪我したくないよ、俺だって。いやね、頼むよ、分かってくれてんの。お友達はお友達ってやめてくださいよ。目指したは誰に憧れてとかあるの？高木さんはこの、ね、うん、はい、ナイナイさんのオールナイトニッポン高校生の時に聞いてよ。僕も高校の時ナイナイさんのオールナイト聞いてましたから、はい。嘘つくない。いや、本当ですよ。いや、聞いてたけど、憧れてる人はまた別に。憧れはトンネルさんです。ああ、そっからナイナイさんに。俺もトンネルさんのラジオ聞いてて、トンネルさんに憧れてて、はい、うん、一緒です、一緒。結構世代空いてるのにね、トンネルズのお二人と。そうですね、でもあのノリダーとか、ノリダーとかちょうどリアルタイム見れてたんで、子供の時に あれでやっぱハマりましたね。そうか、はい、そうですか、はい、ない、ありがとう。でもナインティナインってね、合わしとけばよかったのに。いやいやいや、難しいって。ここなんか広すぎてなんか伝わんないですよ、なんか空気感が。イマジン広いっすよ。スタジオの悪口言うなよ。イマジンが広いよ。ということで、すごいスタジオやいいだろう。今日はね、新生児を迎えたばかりの福くんをお迎えして、緊急対決企画も行うことになっております。題しまして、岡村 VS 鈴木福身長対決3本勝負。あよさあ、とうとうね、岡村さんと福君が背比べ、これもガチで対決します。こんなラジオでね、こんな背比べっていうのもどうかと思いますけども、しかもなぜか3本勝負を、いやもう行おうと思っております。身長計もありますね、うん、もう、あ、そこに置いてありますけど、はい、3回測る必要なんかあんのかっていうことですけども ね、まあまあ、もうね、岡村さん言うまでもないでしょうけど、どうですか自信は。僕だから丸森もずっと見てたし、まあ ね、で3年ぐらい前かな、がっつり仕事させてもらって、映画で決算中心蔵で、うん、やらせてもらった時に、うん、肩ぐらいやったかな僕も3年前で、うん、曲げ言って肩ぐらいやったから、曲げ言って肩か、うん、3年経って、まあまあ多少は伸びてると思うけど、うん、うん、じゃあ自信はあるね。だから写真とかもそのプレミア試写会の時とか撮ったけど、うん、福君背伸びしてやったもん。いいっすか背伸びしても。いいよいいよっつって。あ、背伸び、じゃあ勝てそう。当たり前じゃないですか、うん、知ってるでしょ、まるまるもりもり。知ってます、知ってます。みんな食べよう、はいはいはい、あの福君ですよ。伸びてきてるみたいな噂はね、うわ、聞きも大きなったねってよく言われてるじゃないですか、うん、ねえ、うん、それでも言うても大丈夫、もう全然大丈夫だと思いますよ。今日でも来れてんのかな、9時ぐらい寝てるんじゃないかな。でもさすがにね、はい、そうですよ、やっぱり18ですからね、新成人になる瞬間ですから、はいはい、起きてるんじゃないですか、ちゃんと大丈夫でしょう。来てくれたらありがたいけど、うん、でも3本勝負っていうのはもうおかしいもんね、うんうん、そもそもね、3回身長測ったって同じですからね、うん、まあ私の方が、ね、一発でいいですよね、本当は一発でいいと思う、うん、はい、じゃあ当たり前じゃないですかって言うてるじゃないですか、だから3年前肩ぐらいやったんで見ましょう、怒られたね。だから身長ことになるとやっぱり、うんうん、ピリッとするとかあるよね、うん、まあ自信はあると、うん、丸盛り、はい、お菓子もちゃんと持ってきた。
あ、ほんまや。泣いたりしたら、いや、これ自前のやつ。子供じゃないでしょ。喜ぶや。自前の。もう子供じゃないと思います。結構僕テレビとか見てますけど、結構大きいっすよ。まあ、うん。高木、俺を裏切るのか高木は俺の味方じゃないのか。あ、すいません。そっちのお友達の方は知らんけど。いや、友達ってやめてください。池谷ですから。お前髪の毛茶色にしてんのかいや、なラジオで伝わんないでしょ、髪の毛茶色は。茶色ですよ。こいつ、はい、ちょっとしました。茶色にしよった。色気づきました、すいません。なんで？いや、ちょっと若く見られたくて、やっぱ、うん、41でどんどん老け込んできたんで、うん、髪の毛明るくしてちょっと若さを保とうかなと思ってます。鼻がな、昔の志村けんのお人形みたいな鼻やもしてる。あそこ鼻でかいんすよね、確かに、うん、なんかお団子さんみたいな。そうやな、はい、うん、そうですね。でも志村さんと同じ鼻って嬉しいですね。ああ、はい、はい、どうちょっとええかなタイムスケジュール。今なうちの相方がな、岡村さんがしようとしてんの。大好きな岡村さん喋れた。高木見てみろよ、ちゃんとお前裏切んなよ、俺を。赤線まで待てって。お前はコンビだろ、俺の赤線も台本見ろ。赤線ついてるよ、とっくに。うるさいな、お前は。お前なんでその横にカッコつけて時計置いてんねん。はい、なんすか時計や。違う違う、ガチャガチャ鳴るからテーブルに。いや、ここ時計あるから、ラジオってガチャガチャ鳴る。生放送やから時計を横に置いただけです。別にめっちゃ喋るな。もうなんか包みしたやな。やめてよ、絶対それ言うの。いやなんだよ、それはそれで失礼やろ。それ絶対それ言うのやめて。みんな大好き包みしたやつ。みんな大好きだ、包みしたさん。包みした息継ぎなしに喋り続けるから、ちょっとかぶったわ。やばいですか。ちょっと気をつけて。ちょ、あんまりこういうこと言わないですけど、今日のタイムスケジュールをね。ああ。簡単に。はい、そんなあんまりねないですけど。そうそう。はい。まずこの後大体1時20分頃ですか、うまくいけば、はい、鈴木福くん生登場です、うん、みんなで福くんのお誕生日と新成人をお祝いします、はい、1時35分頃、岡村隆史 VS 鈴木福身長対決1回戦、果たしてどちらの身長が高いのかガチ勝負します。1回戦というのもね。そして1時台後半45分頃、はい、クッションといたしまして、新ジョイマンのための新ネタのコーナーをお送りします。ネタ結構届いてますんでね、どんどん紹介していきましょう。だってこの間なんかサイン会か握手会かなんか知らんけど、はい、なん 前はゼロやったわけでしょ、はい、それがもうすごかったんじゃないの。400人近く並んでくれまして、はい、大成功でした本当に、はい、こうじゃない。断る感じになっちゃって、でも逆に、はい、申し上げないけど、300人以上断ることになって、と初めてのメディア取材向けて。なんで今言わなあかんことやった。初めてのアクリルのこの固定されてるやつよ、ね、顔見えんねん。確かにこれ銀のとこが、銀のとこどういう配置なんすかこれ。銀のとこ岡村さんなんすけど、アクリルはいるやないか。イマジンスタジオやから、ずらしてくださいよこれ。お前がずれろって銀を。なんで岡村さんが真間に銀が挟んでるんですかこれ。アクリル挟がってるからちょっと聞こえづらい。なんて、メディア取材をたくさん受けたんですよ、はい、でこんな受けるの初めてだなと思って。なるほど。じゃスタッフさんが、うん、トップガンマーベリックっていう映画あったじゃないですか。トム・クルーズが来日したじゃないですか、ね、うん、その時のメディア取材数とジョイマンの取材数一緒だったって言われて、あ、再ブレイクしたなと思いました、その時。ええかな、呼んで。はい、すいません、言ってください。二次代のことまだ言ってないから、二次の辞表回ったところで、ついに新ジョイマンが登場です。うわ、来た。いまだかつて誰も見たことがない新しいジョイマンがついにベールを脱ぐと。高木さん、どうですか、はい、これ楽しみにしといていいですよね。もちろんです。もちろんテフロン。ありがとうございます。どうす。決まりましたね。うん、気持ちいいです、はい。さらにその後2時20分ごろ岡村隆史 VS 鈴木福身長対決2回戦。そして2時40分ごろ岡村隆史 VS 鈴木福身長対決3本勝負最終決戦ということになっております。その後はまあガチャガチャっとみんなでね喋りながらわーわー言うてお別れしようという。こういう流れになっております。はい、大丈夫ですか、お友達。大はい、頑張ります。はい、お願いします、ね、友達ってやめてください。池谷で、池谷君1回ぐらい覚えてください。はい、池谷君、あ、ありがとうございます。池谷君、ありがとうございます。はい、政治家みたいなやめてください。さあ、この辺り予定通りに行けば、あの鈴木福君がこちらに到着します。来てるかいね、気をつけてね、来ていただきたいですね。いいよな。はい、さあ
泣いたりせんやろか、身長測ってさ負けたりしたら。まあちょっと久しぶりやからね、個人的にはちょっと楽しみですけどね。怖いよね、うん。まあでも今日ね明らかになるということですから、楽しみにしていただきたいと思います。ナインティナインのオールナイトニッポン、この番組は、保健クリニック日本外資、井出光興産、高須クリニック、栗本鉄工所、ワンカップ大関、信用金庫、ネットフリックス、以上各社の協賛で東京千代田区楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。さあこの後スーキック君が登場してくれます。ナインティナインのオールナイトニッポンではあなたからのメールをお待ちしています。受付メールアドレスは nn@allnightnippon.com nn@allnightnippon.com です。ツイッターはハッシュタグナインティナイン ANN をつけてツイートしてください。ナインティナインはカタカナ、 ANN はアルファベットでお願いします。今夜はおじさんたちと一緒にわちゃわちゃしよう。ナインティナインのオールナイトニッポン。さあはい、それではね、はい、めでたく新成人を迎えた鈴木福君が到着したようです。スタジオへどうぞ。うわー、あーああ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 あ出るようになったんやね。はい、ちょっと自己紹介ですか。あ、お願いします。お願いします。新成人第1号、私の名は鈴木福、急遽企画変更、私の好きな言葉です。よろしくお願いします。お願いします。ちょっと、はい、大人っぽい喋りしてよろしくお願いします。お願いします。いやこんな時間にね、働くことがこんなすぐ来るとは思ってなかったので、ね、もう眠たそうやもんね、顔がちょっと眠いですまあ大人でも眠いもん。いや普段完全に寝てるのでね、この時間は、ね、あ、そう、だいたいもう9時ぐらい寝てるでしょ。いや そんな早くはないですけど。そんな早くはない。はい、あ、そう、これはもう福君、俺も毎週眠い。あ、そうなんですね。うん、これはでも、うわー、ああ、顔はもうそのままやな。もうそうですね、変わらないってよく言われます。変わらない全然、はい、でも成人やわ。そうですね、うん、自分でも、あ、なんかいろんなね、映像とかで自分の小さな頃の映像が残ってるので、うん、確かに、あ、なんか自分でも、あ、大きくなってるんだなっていうのを感じますああそう、これでもどんな感じ、この時間帯に。もう初めてやん、はい、生放送で。いや、なんか今回その12時に、うん、は、まだ家を出ちゃいけないって。12時過ぎてからじゃないといけないっていうことを言われたので。で、そこで12時過ぎに、そのマネージャーさんと一緒に、仕事の現場に行くっていうこと自体が、ないので。怖かったやろ、12時過ぎたら。いや、外で、え、まあ、マネージャーさんもおるし、はい、怖くない。いますし、全然怖くないですね。そう、はい。そうなん。いや、一応、成人したことになるので。うん、そう。もうワクワクの方が強いですよね。いや、そうですね。はい。いや、おい、はい、え捕まった。勝手なこと言うたりさ。今日のインタビュー。ダメなんすか、ルール的ダメなんすか。やりたかったもんね。いや、でも自分ダメなんすか、僕ら。自分らがそれぐらいの時、はい、なあ、今思い返したら、ほんまワクワクだけやったな。はい、ワクワクしかなかった。ワクワクするでしょうね、はい、楽しみやったもんな。うわ、あ、メール来てます、うん、マルモさんからです。福君お誕生日おめでとう。今日は何に乗ってきましたか。ブーブーに乗ってきましたか。トンネルで息を止めるゲームはしてきたかな。眠くなっちゃったら手を挙げて外にいるおじさんに教えてねって。大丈夫。ああ、はい、あの、全然大丈夫です。あの、ありがとうございます。車で来ました。はい、福君、はい、お菓子もあるから。あ、すごい、ふがしや。お菓子もあるから。前回ね、あめちゃんもあるよ。あ、ありがとうございます。よかったら。最近あんまお菓子食べなくなっちゃって。福君、いなしてるな。もう大人をこう。いや、でも、ふがしは嬉しいですね。ふがし好きやってる、はい。やっぱり今でも好きなもん。好きです、好きです。やっぱりずっとちっちゃい頃が好きなもんって。
和菓子がすごく好きで、あ、そうなんや、なんで麩菓子とか、うん、最近はすごくおはぎが好きなんですよ。へえー、はい、すごいやん、大人ぶって。そりゃそうと、あれやん、お誕生日お祝いしないと。あ、そうやで、ありがとうございます。みんなで、みんなで歌おうよ、はいはいはい、歌おうね、はい、いくよ、はい、3、はい、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア福くん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、ありがとうございます。そして新成人もおめでとう、ありがとうございます。ダブルのおめでとう。ちょっとね、まず僕からね、はい、これプレゼントです。お、ありがとうございます、はい、いや、よかったね。ちょっとこの場で開けさせていただきます。うん、ビリビリって、あ、ビリビリ、うん、なんだろう、ちょっと僕はちょっと、僕はちょっとどっちか言うとこれじゃないやろって言ってんけど、あ、はい、もうやっぱりぜひぜひこれがいいって言ってて、ほら、おお、何これ。ほら、一緒にワントレワンツースリーミニチュアシュナウザー、あ、ムックってことか。そう、ムック、あー、はい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 、そう、やっぱりね、スタッフも我々もやっぱりそのイメージなのよ。あー、そうですよね、ムックっていう、ちょっと、はい、そう。完全におもちゃじゃないですか。子供のおもちゃ、ほら、でも、かわいい、これでな、あ、かわいい、ちょっと裏にスイッチあるからオンするな。はい。でな。ほらほら。ああ。可愛いけど。一発目プレゼント。おでこにパッて手当てたら、パ。あ、すごい。そう。うわ、めっちゃ、めっちゃいい子。ほら。でも似合いますね、やっぱ。可愛い。これな、福くん。はい。いっぱい書いてあるの。一回鳴らしたら、はい、何々するとか。あ、本当だ。うん。よしができる。一回パン、あ、すごい、そうで、こうやってやったら、うん、頭撫でて、あ、すごい、お座りする、ほら、あ、めっちゃお利口さん。だけどこれ18歳が一発目にもらう誕生日じゃないですか。誕生日プレゼントしっかり突っ込んでくれた。やっぱり行くぞ、やってたんですね。やっぱり、あるよ、岡村さんから、岡村さんからも、ありがとうございます。ちょっと渡してあげてください、うん、ありがとうございます。めっちゃ可愛い、これは気に入ってくれると思うのよね。あ、結構重い、あ、ちょっと重い、ごめんね、はい、ちょっと開けます。ちょっとムック止めるな。意外とおしゃべりしてもらうからね。なんだろう、これは喜んでくれると思う。ちっちゃめの、実用性もあるし、ほら、おお、なんだこれ、何なんですか、ひらがなサイコロ積み木。積み木いいよ。対象年齢3歳以上。まあまあ3歳以上ではありますけど。以上でしょ。だから遊びながら学べるっていう。ああ、ちょっと。回るもの置き手とか積み木。とりあえず開けてみます。開けてみて。あ、すごい。ほら、立派やな。すごくしっかりとした。いいやろ。天然の木でできてるんですね。うん、そうやね。ちょっと開けだ、口に入れても大丈夫やで。口には入れないっすよ。入れるわけないでしょ。今ちょっと、ね、福君なりにイラッとしたから。入れないっすよ。あー、でもすごい、すごいやろ、うん、どういうことなんだ。あ、こうやって、あ、あいうえお順にね。そうやな、並んでるんすね。ちょっと開けるのが大変なんで。え、積み木なんすね。いや、もうええやつやん、さ、福君にやん。これ、いや、しっかり素材はいいやで。ほら、できる、鈴木福ってできる、積み木で。でも巣が2個ないからできない。あ、そうか、できないか。それも無理なんだ。し、じゃあ新成人でいきますか。あ、でも死も2個ないわ。そうか、だから、まるもって、まるも、まあ、探して止まってんだよ、まるま、あ、あれ、まあ、ほら、わからない。 あれ、どこ、あれ、ま、意外と楽しいんじゃないですか。うん、ちょっと楽しいです、ね、探すの楽しいですね。あれ、ま、ま、ま、でも、たぶん、あいうえお順なんですよね。まあ、あった。ほら、あった。まあ、まあ、バラバラなんちゃう。ちょっと取れん。あ、つけた。取りにくいな。まあ、はい。あ、へぇ、まで、はい。あ、まあ、で、そう。ルはどこだろう。難しいか。あれ、あ、あった。まあ、福君、難しい。やっとするだろうな、今の。難しいですね。やっとするだろうな。福君、はい、無視したらダメよ。いや、ちょっと今、一生懸命やってるんで。今、探しててな。る、る、も、うん、も、え
どこだ？ほら、もうが難しい。あ、あった。あった。丸も。はい。あ、いや、大人でもすぐ。丸も。丸もいけた。できた。はい、丸も。いろいろそうやって遊んでね。あのうちの妹が喜ぶと思う。あ、ほんまやな。小学生なんでね、小1なんでまだ。福君もね、喜んでる。まあ僕もありがたくいただきます。ありがとうございます。ほら、ジョイマンのお二人も、ほら。プレゼントですか？品物はちょっとないんですけど、僕。あのジョイマン流プレゼント。ジョイマン知っていただいてるんですかね？もちろん知ってます。はい、わ、嬉しい。それこそちっちゃい時じゃない？そうジョイマンが14年前ですから14年前ぐらいバーッと14年前だと4歳とかそうですね4歳見てたのかな、はい、なんとなく知ってる。あ、マジっすか？本当ですか？ただその後もね、全然テレビ出られてるのは見たことあります。うわ、嬉しい。ジョイマン嬉しい。キョンシー、おい、キョンシーは分かんないんじゃない？キョンシーは分かんないね、さすがに。上がってきた。ラップのネタをやってるんで、福君にちょっとラップを考えてきたんで。ありがとうございます。福くんのラップ、はい、福くんのラップ、はい、プレゼントやったじゃん。いきます。 Here we go、 ありがとうございます。 Here we go、 カモン、 Here we go、 カモン。新成人鈴木福、着てないよ服。着てるよ着てるよ、バリバリ。誤解するだろ、聞いてる。おめでとう、シシト。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいませんね、来てますよ。おめでとうラップ。おめでとうラップ。ありがとうございます。よかったら自己紹介使ってください。はい、はい、着てないよ服を。いや、ちゃんと着てるんですけどね、今日も。着ているよ服にしてください。はい、それでも使えます。どっちでもいけるんで。はい、ありがとうございます。リバーシブルで、はい、いいラップいただきましたね。今のラップがちょっと一番嬉しかったかもしれない。なんで？本当ですか？マジですか？いや、オリジナルのラップ作っていただけるってなかなかないじゃん。あ、そうか。いや、嬉しい。そうか、そうか。ありがとうございます。めちゃくちゃ考えたんで、1週間考えたんで。はい、企画変更からの1週間で、うん、そちらの、はい、そちらの方は何か。僕ですか、はい、いや、ちょっと用意してなかったっすよ、ものは。どうしよっかな。いや、その時計プレゼントしたらいいんですか。いやいやいや、これ結構大事な時計なんですけど、これをスッとあげるんですか、福さんに。僕が。いや、よく聞くじゃん、芸能人とかでそういうの。なんか、いや、それなんかすごい一流芸能人がね、あげるんだって、こう験担ぎみたいになりますけど。いやいや、こんな、それはあげられない。いや、これはあげれないっすよ、さすがに。大事な時計ですもん、だって。あ、そう。はい。なんか、ごめんね、なんか、福君。いや、もう、いやいや、え、なんか、え、テンション下がっちゃって、ごめんなさい、ほんと。申し訳ないです。なんか、言ってくださいよ、台本とか書いて。言ってくださいよ。一言くださいよ。いや、なんか、ね、持ってきてくれはんのかなと思ってたから。いや、でも、ジョイマンからですから、これは。ラップっていうのは、二人からのラップっていう。違うな、高木。違います。ないでよ、違うってさ。あれにしようよ、そこは。うわ。違う。一応突っ込んでたもんな。はい、突っ込んでました。突っ込んでたもんな。ビシッと、はい、ありがとうございます。来てるよ、来てるよ、来てるよ。45秒間水面上飛び続けたトビウオ、ギネス記録認定45点。ナイティナインのオールネットニッポン。さあ、それでは、あ、タイトルコールありましたね。岡村さんやっとタイトルコール、はい、タイトルコール行かさせていただきます、はい、岡村隆史 VS 鈴木福、身長対決1回戦。さあ、まず3本勝負の1回戦ですね。はい、今ね、身長計あります。福君、身長とか測ってる？いや、全然測らないですね。全然測らないよね。俺も全然測ってない。じゃあ行きます、はい、うん。いや、でももう見るからに分かりますよ。何が、まあまあ、もう見てる方はね、目線が見てる方は、まあ、見えないですからね。見えないですから。ラジオでよかったです。いや、そんなこと言うわ。もう強気ですね。なんで、もう3年前ぐらいの映画の時もう背伸びしてたやん、俺と写真撮る時。え、僕証拠の写真持ってますよ、これ言ったんよ。僕の方が高かったですからね。またまた、あの時すでに高かったです。いや、台の上乗ってたし。で、僕がちょしゃがんでって言われて写真撮って、うん、僕が低いみたいな証拠写真を撮ったんですけど、うん、でも僕の方が高いっていう証拠の写真もあるわ。かるわ、これだからラジオやからできる技やからな。捏造ですね。何をニヤニヤしてんの。福さん持ってってください。福さん持ってください。ぶたれました、岡村さんに。今撃ってません、ラジオですから。そんなこと言うてるだけです。かりました。さあ、ということは福くんは自信あるということですよね。いや、もう自信も何もって感じです。自信も何もって感じ。大丈夫？はい、いいのね。
大丈夫です。出ちゃうよ。さあ、じゃあ福君から。あ、福君から行く。そう、あ、僕から。いいよ、福君からでいいの本当に。じゃあはい、乗っかってみましょう、うん、そうね。靴脱ぐ？え、靴脱がないでやるんですか？どっちでもいいよ。いや、脱ぐでしょ、うん、やっぱり、うん、身長やもんね。靴脱ぐでしょ、うん、まあ脱いでもいいけどね脱いだ方がいいっすよ、靴は。まあまあ靴下はまあね、はい、いいとして。さあ、はい、どんぐらいなんだろう。自信あると言ってました。測ります、うん、これぐらいかな。168.4。お、168.4センチ。ちょっと縮んでる。嘘。あ、そう、はい、前測った時9ぐらいあった。え、あ、そうなんや。まあでも朝と夜で変わるとか言うけどね。そうですね、8、9ぐらいですね。あ、そっか。はい、岡村さん頑張ってください。はい、頑張りようないだろ。 8.4センチ。これ脱ぐ？これ。あ、まあでも脱がなくても全然いいっすよそうっすね、そうっすね、はい、脱がなくてもいいって。全然脱がなくてもいいねん。脱がなくてもいいけど、もう不正よでも、まあ、早くも、まあ、コンペッチャッとしてるから。え、ペチャッとしてるからサンダルやから、うん、まあでも、ね、2、3センチありそうですけど、うん、何タンコですもうね、ほんまに脱がへんのね普通脱ぎますね。何普通脱ぎますよねって。でも福君が脱がなくてもいいですけど、ね、福君が言うてるから脱がなくてもいいって言ってるんだから、まあ、いきます。頑張ってください。さあ、岡村さん何センチでしょう。ずる。159.100。あ、伸びてる？伸びてますよ今。あ、今伸びてます。伸びてますよね。夜だ。膝がギシギシ。深夜伸びるタイプだ。身長。162.1点。162.1点。まだいける。まだ。160。いけ。160。頑張れ。160。見つめ合ってる。見つめ合ってる。163.5。163.5です。おかしいな。測ってる間でぐんぐん伸びた。身長って家庭方式なんですね。膝がやっぱバキバキ言うなよ。福君。あ、前回言ってた。そう。膝がバキバキ。そうそう。膝がバキバキ言ってるから。惜しかったっすけどね。163.5やった最終的に。最終的に？そんなことあるんですか？最終的に。ほぼ一緒ぐらいやな、これぐらいやったら。いや、全然違います。それでも5センチね。一回戦は、ふっすけ福君の勝利。おめでとうございます。大きいわ。まあこれ不正ですから、ね、何が不正なの福君この時点でもう不正です。何が不正なの、なんでそんなこと言うの。いや、だって分かりきってることじゃないですか。何が分かりきってるの、ね、ごめんな、もう墓のど素人でごめん。いやいやいや、もう全然。だからぐんぐん伸びてきたからいや、でもぐんぐん伸びてても負けてますからね伸びててもそうやな、負けてたな。でも全然これだ、ほら、あの測る人でもあれやし、測り方でもだいぶ差が出るから。そうですね、うん、全然その、うん、負けたっていう感じではない。敗因は何でしょうね、あんだけ自信あるって言ってて。確かに、うんうん、1回戦負けは負けですから、はい、そうね、なんやろうね、うん、何やろうお前が見てるのかいやいや、おい、すごいすごい方向。その角度ありえないっすよ。その角度のクレームは。俺が見てたから身長が63に止まったってことですか。もうちょっといけた。ありえないでしょそんなこと。もうちょっといけたと思うわ。バリバリ不正してましたよ。背伸びして。何が？いや、背伸びしてたじゃないですか、バリバリ。してないよそんなの。すごかったですよ本当に。だって最初の159の時点でも、うん、あの靴履いてて159ですから、ね。そうですね。そうっすよ、福さんが、ね、見てんすから。はい、そう、サンダル履いてて。え？でもまだあと2回あるから。あ、そうですね。そう。身長の3番いるんすか2回もこれ。なまだ1回戦もありましたけど。何を言うんだ。1回で分かるからもう。あるよ、そう。1回戦、今5センチ差、はい、約5センチ差か今。そうですね。怖いやろ、5センチって。迫ってこられてるから。福君。から伸びるから。かそうだろ。まだ伸びしろあるんですか。当たり前や。福君の顔見たら分かる不安が、これラジオ、まあ、ラジオやからあれやけど。いや、どういう、なんだろう、普通に測れば、うん、まあ5センチね、
そんな差が縮まるってこともないのは分かるんですけど、うん、ただラジオなんでね、そうよ、何でもできるじゃないですか。確かに何でもできるんです。ただ身長測るだけよ、福君。そうですよね、うん、これテレビやったらもうできへんもん。できないです、できないです、うん、だって姿見られてるから、うんうん、岡村さんがまあそのフェアプレーをしてくれれば、うん、このまま僕は勝てますけど、うん、何かあったらちょっと怖いなっていうのはありますね。身長に関しては南米スタイルやわ。ちょっとぐずってきたな。勝つためには何でもする。勝つためにはもうちょっとぐずってきたな。甘いもん食べる。ただ普通のこと言ってんのぐずってる。ちょっと福君とぐずってきたわ。大人だな、ねえ、うん、まあ、立場変わりましたね、なんか。ずっとぐずってんの岡村さん。おい、ないない。お前ら舐めとんちゃうぞ。こちとら今日で18になっとんねん。子役卒業しとんねん。今からわてのことをな、こう呼べ。鈴木福さんな。ナインティナインのオールナイトニッポン、こわもての役もやっていきたい。俳優の鈴木福でした。さ あ、メールが来てますよ。はい。ラジオネームユーリンチ、ジョイマンの高木さんに聞きたいんですが、はい、いつも隣にいる人と福くんはどっちが大きいですか？はあ、うん、お友達ね。そうですね。いや、福くんの方が大きいですかね。いや、身長もなんか存在感もなんかそっか。おい、存在感だけだろ、はい、一言。キラキラしてすごいけどね、福さんは。福さん、はい、あなたはそんなに大きくないですもんね。誰が言ってんすか。何やお前。誰が言ってんすか。身長に対しては。お前もそんなに大きくないないか。身長だけですけど、はい、お前何番あるか。それ169ぐらい多分ありますよ。嘘つけ。見たことないでしょ。だってそこにさあるから測ってみる。測ってみる。いいんですか。じゃあ俺測ってみる。169やったら福君と一緒ぐらい。一緒ぐらい。そうやな。言ってみ、そんなにお前大きいないやん。ちょっと 168.4。 あ、ほぼ一緒だ。あ、ほんまや。一緒。え、福君と全く一緒やった今。福さんと、うん、えなんやねん。全く一緒です。なんやねんって驚いてるんですよ。じっくり。なんだ一緒。なんやねん一緒。そんなことある。一緒ってなんやねんお前。いや俺にそうすね、どっちかやろ。どうう、そうですね、どっちかですよね。、うん、ちょっと巻き戻したいです。なんでドンピシャで一緒って言ってないの。ドンピシャですね。ドンピシャですごい。ドンピシャですねやないねん。なんだこいつ。嘘ついてください。あ、今高木なんだこいつって。うまいことそういう時にな、はい、言うやつやわ、はい、すません。俺もう当然のように測る時ちょっとしゃがむんやろなとか思ってて。じゃあ身長分かんないですよ、自分では 168.4 だなっていうのは。あと169もちょっと嘘ついてたし。確かに足りてないし。いや、夜だから全く一緒やったっていうことを測って。全く一緒やった、福君と。すごいな。なんでこうなっちゃうんだろう。なんでこうなっちゃう。知らんがな。なんでこうなっちゃうんでしょうね。知らんがなやろ。調子乗るんじゃなかった本当に。なんででしょうね。さあ、あ、でもこんなんも来てるよ、はいはい、あのツールボックスさんからですけども、うん、福君、夜に身長測ると身長は低くなるものです。2センチぐらい違うこともあります。ましてや今日は深夜の放送、今の身長は本当のサイズじゃありません、うん、っていうことです。やっぱそうですよね。2センチはこうあのちょっと変わってくるっていう。だからもう170の大台も突破はあるかも分かる。まあ俺も170超えてる可能性もある。どうやって朝だったら超えられるんですか。朝だと朝だと、うん、もうめっちゃ背が伸びてる。伸びてるよ。あ、そうなの。朝とかもすごいよ、ギシギシ言ってるし。それはこういう時なんて言えばいいんですかね。俺がだからもう最後に聞いた身長が156やからね。156。そっから魔法には伸びてるって。伸びてめっちゃ笑ってるやん。伸びて163。さっき伸びて、うん、伸びて伸ばして、うん、伸ばしてねじってたわ。最後グリーンってグリーンってねじってたけど。ねじると伸びるんですか。分からない。なんでねじってたのか分かんないですけど。ねじったら伸びる。
なるほど、ね、もう出た。違う、身長測ってる時にねじったらあかん、ね、まずそもそもまずすぐ垂直に立たないと、はい、兵庫県あ、だいぶ強い大仏福君眠たいでしょって高木さんいないいないバーしてあげてくださいいないいないバー、はい、あの福君ちょっと眠たすぎいないいないバーヤマンバ。ヤマンバ出てきた。ありがとうございます。出てきました。純粋に笑ってくれてる。なんか僕気になるのがいないいないバーって眠い時に起こすために使うものでしたっけ？違いますよね。単純に笑わせるもの。そうやないない 笑顔を引き出す。笑顔ですよね。目覚めますもんね。目はあんま覚めなかった気がする。あのジョイマンにねやってもらいたいっていうネタあったらもう、ね、あのどん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 ねあの送ってもらって、ね、また高木さんにもやって、はい、お前なんで見るのみたいな。いやいやいや何もラブもしてないの。そんなガチガチに監視されるんですか一つの報道で。参加してないのに。いやいや参加してますよ。ラップしてなかった今。なんでますか。ラップしてなかった今。参加してますよ。あこんなん来てるわ。うん。これ送ってくれはったよね札幌市のピストルチョコあのラップ送ってくれました、ね、はい北王子拭き掃除あいいなんだこいつ何言ってんねんお前何言ってんねん怒られたそれこそ書いてあるんです台本になんだこいつ言ってください毎回ってそれやったのにマニュアル通りにめっちゃ怒られたやん怒られました今言ってんねんお前邪魔すなみたいな仕事したのになこれちょっとあれかな福君に読めたかな福君これちょっと言ってみて、はい、貴重だよこれは、うんうん、さあいいよいける、ピストルチョコさんはい、はい、猫ひろし棚卸しなんだこいつなんだこいつ福君やはい福君やないか福君に福くんやん。なんだこいつって。正体分かってるやん。変なラップ言ったから、なんだこいつって突っ込んだんですよ。変なこと言ってるなって言って。変なこと言ってるじゃないですか。変なこと言ってるなって。送ってくれた人にも失礼やし。うん、いや、福くん。でも、そう、突っ込み説明しだしたらもう、ほんまに、あなたが一番なんだこいつやで。いやいや、させてるんですよ。そこまで追い詰めてるんです、僕のこと。させるために。言わざるを得ないでしょ追い詰めてはない追い詰めてはないよ追い詰めてないですか追い詰めてないよなんだこいつっていうのはやっぱ出てしまうもんなのなんだこいつだってやっぱ思ってしまうのねはい出ちゃうもんですねなるほど、はい、じゃあこれは新潟県犬大丈夫、はい、白子はポン酢ソリマチはポイズンなんだこいつもう一回なんだこいつだもう一回ですか、うん、なんだこいつだけなんだこいつ珍しいリクエストですなんだこいついやちょっとさっきとちゃうかちょっと欲張ったよ欲張った、はい、欲張りました、ね、なんだこいついつものなんだこいつで自分が前に出ようとしたでしょ、はい、やっと来たかなと思ったなんだこいつだけちょうだいなんだこいつい違う違うなんだこいつなんだこいついや違うよ違うって本家なんですよ俺本家ですよ本家 NSC 時代の講師やいましたよこれまた違う違う高木ちょっとやってみて高木がちょっとあのそのインフンで、はいね、なんだこいつってちょっとやってみました Here we go カモイコールキットマンイコールコッペパンイェイなんだこいつなんだこいつだけもう一回なんだこいつ違うよな違うってなんすか違くないんですよどう思ってんのいやどう思うって何なんだこいつはいくつかパターンあんねや、まあ、なんかまあまあそのなんかその、まあ、静かなっていうかまあまあ、あ静かなかもある静かなパターンもあるあるかもしれないです、はい、静かなちょっと静かな、うん、Here we go カモテレサテンバクテン着地点サボテンイェイなんだこいつあ冷たいな。そうですね。冷たいよ。大きいのも嫌ですけど、ちっちゃいのもっと嫌ですね。ボケてって言っといてな。ほんまに、お前、高木のことほんまになんだこいつって思ってんのか。いや、何回も言ってますけど、ネタなんですよ、これ。あはい。そうやろな。変なこと言ってるじゃないですか。テレサテンバク転って言ったんですよ。うん。なんだこいつって言うじゃないですか。でも、それは知ってんやろ言ういや、知ってますよ、そりゃ。はい。ネタですから、はい。うん。はい恥ずかしいよ、これ知ってるんですけどずっと続けれんだ、これいや、続けれますよ
イエーイ、ジョイマン池谷です。うん、下の名前は和幸って言います。なりすましじゃありません。うん、YouTube でジョイマン池谷の孤独酒ってチャンネルやってます。うん、見てね。うん、ナインティナインのオールナイトニッポン、ジョイマンの池谷和幸と、うん、相方は高木です。おしゃべりやねんな、お友達は。すごい。いや、友達じゃないんすだから。いいかげん覚えてくださいよ。池谷なんですよ。矢部さん一回も言ってないですよ、池谷って。1時間で喋ってますけど。ちゃんと数えてんな。矢部さんお願いします。福君は知ってた、この池谷さんっていうおじさんのこと。あ、なんとなく。あ、なんとなく。なんとなくはきついっすよ。高木さんはね、ラッパーとして有名。ラッパーじゃないんすよ。でもいいよね、いいよね。でも本当ですか。長い間ね、お友達一緒。お友達じゃないんだよ。中学時代から。中学から一緒じゃないですけど、ずっとお友達で。心強いよね。中学の時はそんなこと言われてないの、なんだこいつみたいな。言われてなかったっすね。いつからかなんか、なんだこいつってなんかじわじわ言うようになって。急に言い出して。お笑い芸人の仕事始まったんすから、その時やります、なんだこいつは。ええなんすか。え、金具で見えへんねん。これどうにかしてくださいよ、もう本当に。金具こっちの皆さん、ずれろって。ちょっとメール1枚ね、はい、出ます。東京都ですね。ラジオネーム小鳥丸。高木さん、はい、岡村さんの身長が伸びるエールをお願いいたします。ちょっともう福君、いや本当に、福君にこんな、福君ちょっとズルさしてるから勝ってほしいんで僕は。はい、Here we go、 カモン、 Here we go、 カモン。岡村さん頑張ろう、うちの居候バッファロー。え、なんだこいつ。もうなんやねん。エールやから。お友達エールやから。なんだこいつって。バッファロー。俺はなんだこいつと思ってない。バッファローって言いましたもん。だって今だってエールをくださいって言ってもうてんのに、なんだこいつって。バッファローって言いましたもん。アホなんか。バッファローって言うから。アホなんか。イソーローバッファローって言ったらなんだこいつでしょ、だって。いや。イソーローバッファローすよ、だって。ええやないか、イソーローバッファロー。何がいいんすか、イソーローバッファロー。よくないでしょ、絶対。面白いやないか。いや、面白いですけど。そうやろ、はい。で、ええやないの。ちょっとだから、はい、あのネタハガキの方も多分来てると思うんで、ジョイマンさんこっちにも、はい、来てるんで、ちょっとこんな、はい、あの読んでほしいなっていうのがありますんで、はい、それをぜひ2時お願いします。2時なんでちょっとお願いします。はい、じゃ品川区のトラキッチンさん、はい、Here we go、 カモン、 Here we go、 カモン。福くん誕生日おめでとう、日本刀。18歳、白菜生臭い。新成人、ヴィンテージ、千原誠司。いきなり祝ってごめん、ほぼほぼ初対面。なんだこいつ。すぐ邪魔する。邪魔じゃないんすよ、矢部さん気持ちわかるじゃないですか、ツッコミなんすから。すぐ邪魔するわ。邪魔じゃないっすよ、こいつっつって。入ってなかった、書いてなかったじゃない。いや、トライメーン、メーンって言ったらなんだこいつって言って。いや、ハガキやから、ハガキ書いてくれた人の作品やから、キッチンさん。そんなことしたら、あ、ダメだよ。分かってて書いてんのよ、リスナーは。多分、この方もなんだこいつって言われるだろうなって分かって、多分書いてると思うんです。福君の感想が欲しいね、バカ。おい、シンプルなバカやめてくださいよ。なんすか、バカってやつ。面白かった。いや、面白かったですし、なんかその、ほぼほぼ初対面っていうところが、うん、その、どのくらい初対面なのかちょっと気になりますよね。うん、この方、だから、どうなの？ジョイマンと会ったことあるの？いや、僕、前に番組で、うん、僕がその、なんか、あれ、狼少年かな、はあはあ、かなんかで、はあ、なんかネタをやるっていう時に、うん、はあはあ、その、こがけんさんの役を僕がやって、うんうん、でその前にロイさんがやってた、はいはいはい、なのでその時に軽くすれ違ってると思います、うん、あすれ違ってそれでご挨拶一瞬したかなぐらいですね。それぐらいです、本当。あの茶色い髪の人、池谷って呼んでくださいよ。池谷、お友達の方は、まあ、多分初めましてですよね。いや、一緒にいましたよ、僕も。あ、一緒にいました、ね、ジョイマンで活動してましたよ。狼少年ですよね。はい、じゃあいました、いました、はい。じゃあ2回目です、はい、福君がこの気まずくなるんですか今の。福君が俺のせいじゃないのに、絶対お友達って言ってくれてんのにスルーしたやろ。いや、友達って言ってくれてたの。本当ですか、うん、ちゃんな、本当ですか、本当ですか、聞こえてなかった。そこは聞こえてなかった。僕にも敬語になっちゃう。すいません、ごめんなさい、本当ですか、ごめんなさい、
さんごめんなさい。まだあるの？まだある、はい、まだあります。まだあるんですか、はい。東京都のいちごニューコンさん、 Here we go カモン、 Here we go カモン。鈴木福はトラフグ、私服は子供服、ナナ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 ナインティナイン、新ジョイマン没企画、福くん大企画大企画、新ジョイマン没企画、福くん大企画。いきなり出てきてごめん、誠にすいまめん。なんだこいつ。いや、めちゃくちゃ言われてるじゃないですか。めちゃくちゃ言ってくるじゃん。そうやな、2回繰り返しましたよ大企画。これ、まあ、福君がたまたま誕生日迎えて出れるってなった。そうそう、なあ、ありがたいですね、うん、まあ、初めてやもの深夜ラジオ出るの、はい、いや本当初めてです。生でっていうのもそうです、貴重ですよね。今まではその労働基準法的に22時だったので、うん、22時以降がダメだったので、うん、なあ全くダメだったんですけど、うん、初めて出てくれて、僕らが最初に企画入ってたっていう、僕らの企画だったっていうのを知ってました。ちなみに、ちなみに、いやでも一番最初にお話を聞いた時は、うん、なんかマネージャーさんが、うん、なんかウルトラマンの企画らしいんですけど、うん、はい、どう伝わってないスタッフさんは、新ジョイマンの企画だったら伝わってない、 新ウルトラマンかなんかの企画らしいんですけどっていう。で、でももうオールナイト日本でこうやって僕の誕生日っていうのでやってくださるっていうので、うん、そうね、もちろんっていうふうにやらせてもらって、これはね、そうなのよ、あの新成人っていうのはちゃんとその新ウルトラマンにかかってんねんけど、うん、はい、新ジョイマンってかかってない。いやいや、だっていやいや知らんけど、そっちがつけたんだから。俺も知らんけど。なんていうの、全員知らん。新ジョイマンなんて大丈夫なんですか。責任、ま、マンの方かかってて、マンの方、そうです、マンかかってますよね。マンの方かかってて、でも新ジョイマンってじゃあ歌っても大丈夫なんですか。新成人、鈴木福君は分かりますけど、いや、まあまあ、いや新ジョイマンってじゃあ発表する前に新ジョイマンってなんだろうってなってください。岡村さん、一回クエスチョン持ちましょう。じゃあ、いやだからそれでなりすましとかいっぱい出てきて、わけわからない。作ったのあんた方だよ、なりすましとか竹下さんとか、なんかいろんな名前作ったの僕の。竹下いっぱい来るんです名前が。ジョイマンの竹下さん、ジョイマン竹下さんですよねとか。ちゃんと名前言うとけって、ちゃんと。いや池谷ですって言ってますよずっと。池に、そうっす、池に谷です、谷、はい、そのままです、はい、池谷っていう和幸です、はい、ええ和幸です、和幸です。なんで聞こえないですか、和幸だけ。下の名前もついて、本名、本名です、はい、池谷和幸です、はい、はい、覚えてください、お願いしますね。池谷和幸、はい、まだある、まだあるの、あ、もう一枚あります、はい、はい、いきます、大阪府のフランシスコ・ザ・ビールさん、うん、Here we goカモン、 Here we go カモン。スペシャルウィーク、人生のピーク、いきなり出てきてごめん、誠にすいまめん、ナナ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 ナインティナイン、ないない、いないいない、ないない、いないいない、オールナイトニッポン全員すっぽんぽん、ゲストは鈴木福、3日間空腹、新成人おめでとう、原生林プレゼント、相方池谷、バリ方デリバリー、えっ、なんだこいつ。いや素晴らしいですね、対策、いや対策やな、なかなか長めのロングバージョンみたいな、名前言ってくれたよ、そして、対策やうまかったですね、本当に素晴らしいです。あ、これは、はい、うまかった。3日間空腹ってやっぱうまいっすね。ああ、そこ、うまいなって思いました本当に。へえ、なんでですか。なんでですか。会話になってます今の。名前言ってくれたからかな。そうです、それも、はい、嬉しかったですね。嬉しかった。いや、味方がいたんだなってこのラジオ、ラジオに、はい、それみんな味方ですよ。いや、敵でしたよ、すごかったですよ本当に、コメント欄の、え、なりすましですかって言いましたけど、ずーっとついたんですよこの時間帯に、2週間の間。ちょ、ほんまになりすまし、知ってます、他のラジオ行っても、このいじりがあるんですよ。違うリスナーが来て。何がですか？ナイナイさんのラジオのリスナーから、はい、他のラジオでも出てくるんですよ、同じことが。池谷さんですよねって。はい、逃すなって。ジョイマンを逃すなって言ってますか。いやいや、逃してください、それは。別ラジオは。営業先でも言われてた。言われるんですよ、ずっと。あ、そうなんや。はい、はい、みんなに、本当に。でもよかった、今までにない感じやろ、それは。そうですね、まあ、ない感じです、確かに。
でもいいやんか、覚えてほしいですよ本当に、うん、ナイナイさん特に自己紹介お願いします。ジョイマンの池谷和幸です、はい、いやなんで覚えれないですかこれ一番仲のいいお友達ということやね。友達じゃない、友達でもあるんですけど相方でもあるんですよ。2時超えましたね、あすごい仲間展開、すごい展開じゃない。タイトルコールさせてもらってもいいですか、はい、新ジョイマン登場福君ももう本当にジョイマンの大ファンですから、はい、ね、ずっと大ファンですもんね。はい。いやいや本当ですか。あのこの間のサイン会、はい、行ったとか行ってないとか、こっそり行ったとか行ってないとか、福君。そうですね、行ったとか行ってないとか。うわあ、どっちなの気になる。教えてほしいんですよそれを。返された人かもしれん。あ、並んでくれて、もしかしたらそうやね。うわあ。いや言ってくださいよ全然。これはすいません。サイン書きましたよ。ありがとうございます。はい、じゃあネタいきましょう今のは何でしょう。福君もあんまりリアクションしなかったんですね、うまく取れなかったっす、ね、そうこっちはすいません、すいません、受けすいませんあ、新ジョイマン、じゃあ準備できましたか。はい、お願いします。それでは、はい、新ジョイマンお願いいたします。あー、また振られた。これで告白10連敗だよ。俺一生彼女できないんだろうな。 Here we go カモ、 Here we goかも。なんだ？愛し合い、傷つけ合い、そしてウルグアイ、パラグアイ。ウルグアイ、パラグアイ。なな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 の前六。六？いきなり出てきてごめん。誠にすいまめん。ははは。なんだこいつ。オス。オラオス。いや性別は見たらわかるから。いや誰なんですか。俺誰？ごま誰？いや会話になってないんですけど。どういうこと？ラップで恋の負け組から抜け出そうよ。ラップで恋の負け組から抜け出そうよ。それどういう意味ですか。おいウジ虫。口悪いね。まあ、彼女が欲しいんだって。喉からヘが出るほど。あ、てな。喉からヘ出ないから。あの冷やかしだったらあっち行ってください。イエスノー。どっちだよ。おい、バカにしてんの。オッケーパードン。どっちなんだって。冷やかしかおい。お前の母ちゃんデニム。ブラックデニム。何が言いてんだよおい。俺は振られて落ち込んでんだよ。振られた理由もな、顔面がモアイ像みたいだって言われたんだよ。モアイ像アライグマはサツマイモを水で洗って食べるという。何の話してんだ急にお前。ジャブ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 何が始まってんだジャブジャブポジティブチクワブチクワブ。お前はかっこいいもん。そうマットデーモン。マットデーモン。君は今年でいくつになったんだい。せい今年。いや36になりましたけど。オーケー。36地獄。おふざけんなよおい。36地獄。週23自己破産。自己破産。週23自己破産。週7木の実7。木の実7だよ。毎晩ターバン。イエイ。いやいやイエイじゃねえよお前。なんだこの歌。全然は励まされねえこんなんじゃよ。好きな子豚箱。悲しすぎるよお前。何が起きてんだ俺に。アンミカゾンビか。いやもう消えろ。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。新ジョイマン言えましたですね。跳ねてたね。高さがすごくあったと思いますけども、福君いかがでしたか。新ジョイマン、やっぱり生で見ると本当にこの跳躍力というかがすごいんだなっていうのに、はい、やっぱ結構昔よりか飛んでますよね。昔よりはもう2008年に比べたらもうむちゃくちゃ飛んでますね。いやすごかったと思います。どんどん跳躍力が上がって、ちょっと筋力ついた感じするもん。そうなんですね。バネついた感じ。バネが、はい、今日ねついてきてくれた、はい、見てなかったんですか。えついてきた人、付き添いの方、付き添いの方見てましたよね。芸人やってましたよ俺今。だいぶ楽でしょう高木さんに比べて。楽じゃねえわ高木さん。大変ですよ最後。何か楽って今の。最後終わる時なんて言って終わったんでしたっけ。いや消えろって言いました。あ消えろって、はい、うん。でも福君ね、あそこなんか流さないでください。何どういうことなんすか今の。うーん、なんか違うんだろうなみたいな。なんかあもう終わりやみたいな見えたよね。なんかまあ、ね、確かにあこれで終わるんだなっていうのは分かりました。これで終わるんだな。高木は最後までラップちゃんとやってたけど、はい、あなたはなんか、はい、消えろどうもありがとうございました。そんな軽く言ってないですよ。それはショックだな。軽くちょっとそんな軽く消えろなんか言ってないですよ。感情込めて消えろって言ってますから。消えろとか言ってないですよ。どんな感じ言いましたじゃあ。
消えろって言ってますから。言ってますから。なんで納得しねえんだろうな。福君ちょっとなんか違う感じしたよね。まあもうちょっと、まあ、消えろって、うん、なんて言うんでしょう、はい、作品として終わらせてからなんだこいつはそれぐらいのテンションで言ってんのに、いやいや消えろは全然消えろって思ってない。演技のダメらしいですか今。消えろの言い方の消えろってちょっと消えろそんなダメでした。不合格。不合格。1だけ不合格。あったんで押してみて。消えろ消えろって。いや、消えたくないですよ、俺。消えろってちょうだい。消えろ遊ぶなよ。悲しくなるよ、そのチーン。ほんまに消えたら困るもんね。いや、そりゃそうですよ。はい。消えられた。ああ、相方がですよね。いや、それは泣きますし、消えてほしくないですよ。泣いてくれ。消えろで消えたら罪悪感しかないですよ、僕。パッて。パッて消えたら。わかんないよ、でも何が起こるかわかんないから。消えないよ、もし消えたら僕神隠して怒んないでしょ。福君は2人どっちが好きですか。何ちゅう質問してるんですかそれ。いや選びづらいでしょそんなのね。え、まあ、僕は高木君が好きなの。 ありがとうございます。あんま言えないでしょそれ。もちろん、まあ、どっちも好きです。どっちも好きやけど、まあ、でもやっぱ、うん、まあ、ジョイマンといったら高木さんっていうのは、うん、なんだこいつ。失礼な。すごい笑ってくれてる。福君やんか。福君なんか。福君や。そのマジストーンやめてくださいよ。ええって言っちゃいました。こいつはまずいよ。あ、足立区のテンガリオンさんからで、ジョイマンのお友達の方。言うな友達って。今のご時世なんだこいつと否定するのではなく、僕は受け入れるよという寛容の心を見せた方が時代に合ってると思います。うん、ああ確かに。いやいやいや、そんなことないですって。面白くないでしょ受け入れたら。どういうことですか受け入れるって。すいまめんってできたら。誠にすいまめんって、うん、どうしたのかなってことですか。どうしたのもっとはいはいって、うん、初対面なのに、うん、そうだよね、はいはい、だよねだよねすいまめんだよねってコラボしてるじゃん。ちょっとやってみよう。いきなり出てきてごめん誠にすいまめんだよねな。ちょっと違うな。いやむずいっすよこれ。そうそうっていうのはそうそうそう。何がわかんのかな。そうそうって言ってみ。僕も思ってますよ。何がいけないですか今の。誠にすいまめんなと。そうそうって言ってみて。いきなり出てきてごめん誠にすいまめん。そう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 だよね。福君どう。なんかもういいと思いますよ、うん、流さないでください。ちゃんと直してくださいこんなこと。悩むな。難しいところやな。悩むよな。なんだこいつなんかな。唐揚げカーニバル2022 78点。ナインティナインのオールナイトニッポン。岡村隆史 VS 鈴木福、身長対決2回戦。さあ2回戦やってきました。まずね1回戦は福君が 168.4cm、はい、岡村さんが 163.5cm、うん、かっこずる、ね、そうですね、そうですね、4.9 cm 差です。うん、これが1回戦の、うん、ね、まあ、今度はちゃんと測りましょう福君。はい、ちゃんと測ろう。ちゃんと、うん、ちゃんとしてください。うん、うんうん、どっちからいく。福君からでもいいし俺からでもいいし。僕からいきますか。わかりました。じゃあいきます。もちろん福君自信は変わらず。それはそうですね、うん、だってもう結果はなんて出てるわけじゃないから。いやそうっすよ、ね、結果出てます。身長ってそんな何回も測るもんじゃないじゃないいやそうなのよ。身体測定で2回測れて聞いたことないです。ちょっとこの短時間でね測らない。いきます。うん、うん、さあ分かんないですね。縮んでるかもしれないもしかしたら、夜縮みてたから。2回戦福君は 168.1。 あれ縮んだ。これこういうもんなんですよ。本当にこれ測り方の問題ですか、ね、まあまあでもそんなもんです、まあ、でもこういうことが起きるんですよ。まあ、そうやな。残念ながら168.1cm。あら0.3。こんな短時間でこんな縮むんですね。ね、夜中って怖いですね。そういうもんやねんって。ね、はい、あ、ちょっと待って岡村さん、じゃあちょっと待ってください。なんかちょっと
あれどうしたブー君、靴履いていいルールはできましたけど、靴履いていいって福君言ったよね。だけど靴履いていいって言ったよね。変わってるじゃないですか。いやいや、これ俺の靴やで。え、こんな靴履いてましたっけ。さっきなんかサンダルじゃなかったっすか。革靴なんか履く、履く、だ履く、履く。え、本当っすか、うん、なんか好きやね革靴。え、聞いたこともない。上スポーティーなのにめっちゃシックな。そうそう、あとなんか茶色のちょっと高すぎひんか、あと確かに全然高、すごい高く感じ、違和感ありますね、ちょっと、うん、こういう靴あるやん。いや、あれ、うん、何すか、あれ、そこが行って行ったされました。写真撮ってますよね。スタッフさん、お友達撮ってた、何言ってんねんお前。撮ってなかった。ビンタしました、見てないわ。ラジオやぞ、怖っ。ラジオやからってお前。いや、ラジオやからその言葉返しますよ、あなたに。言うな言うな。これシークレットなんとかいうやつじゃない。いや、違いますよ、こういう靴じゃないですか。こういう靴、こういう靴ですよ。本当ですか。うん、だって福君いい、あれやんけ、そのお友達の、まあまあまあ、池谷ね、はい、うん、池谷さんっていう人、はい、いや、下夢じゃないです、その人かって。そんなソールみたいなあるやん、はい、あ、まあありますよ、まあみんなもありますけど、みんなあるよ、これ膝とか悪ならんよ。そもそも履かないですから、履かるとき。そもそもはな、はい、そうだけど、ここはイマジンスタジオやし、福君ええって言ってたし、まあ、福君は一回いいとは言いましたけど、そうか、言ったから、ただ、まあ、分かるよ、でも、まあ、でもじゃないですよ、でもね、はい、はい、出ました。あれまたねじれてる、また進化してる、ねじれ、またちょっとね、メモリ変わっていくんですよね。あれ、ま、いいですか、161.161 ねじり張りましたよ、ねじりが。なんかちょっと出ました、折れそう、折れそうです。160すごい、2.2.まだ行く、162.163.さっきも行きましたね、163.5です。加点してる、また一緒や、一回戦と、そっちの方がすごい、すごい、ずらしてくださいよ、どっちかに下げるか上げるか、なんて一緒なんですか。僕たちじゃないですか、高い靴履いてて、なんでさっきのサンダルと一緒や、背伸びしてるからってことですかね。二回戦と全く一緒、岡村さん、加点して、また加点してるんだよな。しかもあんまりもうこう、はい、頭でこすってくるから、はい、もうどんどん髪の毛がこうもうハゲてくんねん。ハゲ始めるんですね。近くで見てたら。でもそれもなりふり構わずどんどん身長伸ばそうとするから、誰がハゲ始めたちょっと、叩かれました、叩かれました、2回目のビンタです。今のご時世そんなことするわけないじゃないですか。通報してください、叩いてませんよ、みんな通報してください。いつもの皆さん、ね、吉本見てます。今一つね、はい、僕が気づいたポイントがあって、はい、僕が今身長ちょっと縮んだの、あの岡村さんがネジネジして曲がるじゃないですか、はい、あ、 あの身長計が曲がったことによって僕の身長がちっちゃくなったっていうのはあるんじゃないかなって思ったんですよね。でもあるかもな。いや福君あるかもしれんな、うん、ビビってるやん俺に。いや、ビビってはない、ビビってはないです福君、だから やり方にビビってるけど。やり方にはビビってますね、うん、だって身体測定であれやったら一発でガーンってやられますから ね上から。そうやな。でも近づいてきたね福君の身長に。いやでもさっきと一緒ですね。いや勝負としては福君の勝利です、うんうん、ありがとうございます、はい、まあでも、うん、数字で出てますから、うん、ほぼ一緒やからな。いや一緒じゃないです、うん、一緒ではない、5センチ差、ほぼ結構でかいですね、5センチ、約5センチ差がついてる、うん、でも5センチこんなもんやで、あの皆さん、あのリスナーの皆さんも5センチちょっと指でパッとこうこれぐらいかなってしてみてください。そうなった時ってそんなに変わらないよ。変わらない気もするけど、でも、うん、聞いた時に168センチと173センチだと、うん、断然173センチの方が高く感じます。そう感じるよね、はい、感じ方はそうかもしれないけど、はいね、はい、70乗っちゃうと確かに。じゃあ負けたのは事実やから、うん、敗因なんでしょう。あんだけ自信あったの、うん、いやでもまだ3回戦あるわけやから、なんであんねやろな。もう 3本勝負だと2本選手してるから勝ちですよね。いやでも身長ってそんなんじゃないから福君。あまだいけるんですか、巻き返し。身長か、身長ってやっぱ1回2回測ったって、うん、最後に測って、はい、ドーンって抜けてたらもうそれが勝ちやから。
そっ、あ、そうなんだ。そうで、そうなの。そういうことなんですね。福君まだ分かれへんと思う。18歳になったとこやから。ちょっと肝に銘じときます。すごいなあ。え、まだやんねや逆に。福君が今、今現時点で168.4 今そこのほらあなた名前言ってよ。指さすなよずっと。いけ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 じゃないです。いけ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 そこまで出る。いけ池上池谷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 身長上がってこな池上ってほら確かに自分でやってくれる。寂しくないですか。俺いる。でもえでもやりましょうか僕じゃあ。さっきは164。はい。じゃあ168.4ですね。168.4。はい。一回目の福君と。いくよ。はい。168.4ってな。何センチ？出ました。はい。167.4。え？お前ちょっと。一センチ。おい廊下えぐいっすねこれ。えこんなことあるんですか廊下って。あんのよね。こんな時のちっちゃくなってんじゃん。一センチ。ちっちゃくなるちっちゃくなんのよ。なんやろなこれ。ちょっと俺が岡村さんに負けるじゃないですかもうすぐ。お前やな。話変わってきますよこれ。うん。えお前の方がなんだこいつやんけ。こっちがびっくりしますよまさか1センチが落ちてるんですから。なんでこんなことになるんだろう。どういうことやの、まあ、今度こそちょっとしゃがんで測ってくれるかなとは期待してたけどね。矢部さんやめましょう。矢部さん何気なことになってきたな。でまだまだ油断してあかんよ福君。はい最後の勝負残ってるんだから。はいまだまだわかりました。オールナイトニッポンお聞きの皆さんこんばんは。三四郎の相田修二です。小宮浩信です。企業とオールナイトニッポンがタッグを組み月替わりのコラボレーション企画を実施するコラボレートニッポン、今回我々三四郎が担当いたします。三四郎は毎週金曜日のオールナイトニッポンゼロを担当しています。はい、嘘じゃありません、うん、信じてください。疑ってないです。本当にやってるんで。いやいやオールナイトニッポンゼロゼロの方ね。はい、うん、ゼロの嘘つかないだろう。やってるんで。疑ってないんです、はい、さあそんな三四郎が担当する今回のコラボパートナーはこちら、保険クリニック。日本で初めてオープンした保険ショップ保険クリニックで独自の比較分析システム保険 IQ システムを広く知ってもらうために今月お届けしているコラボ企画がこちら、コミキューシステム。保険クリニックは IQ システムであなたにぴったりの保険を比較分析しますが、コミキューシステムではリスナーの悩んでいることを比較してぴったりの答えを導き出します。ということでリスナーの皆さんが2択で悩んでいることを送ってもらっています。はい、ラジオネームおかんましまし。はい、学校帰りにコンビニでアイスを買おうと思ったら、うん、同じクラスのヤンキーに、うん、俺にもアイスおごってくれよと言われました。やだなおい。一個しか買うお金がないとき、自分は我慢してヤンキーにアイスを買う。あ腹立つなそれ、うん、君の分を買うお金がないから半分こしよう、うんと言って半分食べたアイスを渡す。いけるかな。どちらでしょうか。いけるかな。やるよだろ。食べてんのかやってなんだ。一個くれよってことなもんな。うん。どうなのそれは。でもなあ、なんかそうか。ヤンキーに絡まれたらなんかそんななんか食欲とか、まあアイス食べたい欲も失せるよな。うん、だからもうそこだったらそう買っちゃう方が、ボコられるよりはいいもん、ね。ボコられるよりはいいでしょうか。いや、そうだよね。うん、買えないって言ったらね、いいね、ね、その可能性は高いもんな。じゃあ、コミキューシステムお願いします。警察に言う。警察に言う。あり？それ。それあり？警察に言うんだよ。二択じゃんだって。なんかこの人に、なんかアイスを奢ってくれよと言われました。大丈夫それ。言いふらす。大きい声で。
ということで、メールお待ちしております。受付メールアドレスは、保険アットマークオールナイトニッポンドットコム、HOKEN アットマークオールナイトニッポンドットコムです。それではまた明日、三四郎でした。寺田心、2年間で身長が約20センチ伸びる14点。ナイティナイのオールナイトニッポン。さあ、メールがね、結構来てますね。はい、紹介していきましょう。ラジオネーム、放送委員手ごねハンバーグ。高木さんの友達の方。いけたりね。福君と身長がぴったり一緒だった今日が人生のピークですね。なんだこいつえぐいこと言いますね。気持ちこもってたな。まあこのね、いやでも出れるのは嬉しいですけど。なかなかぴったりって俺も、まあ、奇跡じゃない。なかなか奇跡ですね。でも人生のピークっていうのはちょっとなんか、まだ言いたくないですね、自分では。まだあるなと思いたいんで。はい。これはどうでしょう、ちょっと皆さんとも、ちょっと考えていきたいな。何ですか、その重い感じ。品川区トラキッチンからいただきました、うん、ジョイマンの高木さんがラップをしながら登場した際、はい、相方の綾野浩二さん池谷ね、どういう間違い、池谷さん、綾野浩二、なんだこいつと言いますが、相方である高木さんがいきなり出てきてごめん誠にすいまめんと2度も謝罪しているので、まずはその謝罪を受け入れるべきだと思います。ですので、なんだこいつよりはお気持ちは分かりました。なるほどね。あ、お気持ちは分かりました。いやいやいや、トラキッチンさんが全く分かってないですね、気持ち。どういうことですか。いや、僕ネタ見てたんですよ、トラキッチンさんは。僕らのネタを。分からない、それは。見てたとしましょう、じゃあ、はい、いや、僕が振られて落ち込んでるんですよ、はい、そこにね、変な踊りしてきたおじさんが出てきて、変なことずっと言うんですよ、はい、2回謝った、はい、あんな謝ってないですよ。いきなり出てきてごめん、はい、まず一回。いやいや、謝ってないです。誠にすいません。いやいやいや。誠にがついてるからね。はい、謝罪、いやいや、最上級の謝罪。いや、誠にはわかりますけど、すいませんがもうふざけてるじゃないですか。それはなんだこいつでしょ、だって。いやいや、お気持ちはわかりましたって一遍やってみよう。はい。一回だけ聞いてみよう。福君もどう思うこれは。え、でも、それ見てみたいです。すごく。そうよね。奥さんが言うならやりますけど。気持ちわかります。いきなり出てきてごめん誠にすいまめんお気持ちわかります。何が面白いですよこれ。いや、なんか始まりそう。始まらないでしょ、終わったでしょ今ここで。気持ちわかります。始まります。その後がなんか楽しみな展開になったよ。本当すか。お気持ちわかります。うん、これ始まります。なんかここから、うん、その後どういうの。お気持ちわかります、うん、どうされたんですか。うん、気持ち分かりましたんで、うん、って言います多分、うん、はい、振られたんだって。はい、うん、ほらほら、こうなるよ絶対。そりゃそうだよ、だってほら、謝り受け入れてるんですから。会話しようないでしょ、変な人来たんだから、うん、今はなんだこいつやろな。いや、そうですよね、今のはなんだこいつですよね。確かに僕も大きな声で最初に言うからよな、そんなこと。外で大きな声で、うん、なんか彼女に振られてどやこやとかそういうこと、そんなん言うやつおるかな。みんなあるよそれ。いや、あるでしょ。いやいやいや、そんなもん外で。自分自己解決や、そんな見てないですか、ネタ番組今。やってるじゃない、そういうコントあるじゃないですか。なんか、ああもうすぐ遅刻しそうだとかいう独り言からコント。そう、藤原やろ、うん、藤原さんやってるじゃないですか。じゃあいいじゃないですか。藤原はやってるけど。やってるやってる。じゃあ僕やってる。一気上やもん俺ら。そう、いや先輩だ、後輩やっちゃいけないですか、じゃあこれ。いや、けど、はい、だいぶ離れてるわけやから独り言の家庭教師の先生って助けに来てくれてるんですよ一応。あ、ヒーローな、本当はヒーローなんですよ。助けに来てるけど、はい、変なこと言ってるからこっちは全然なんか見出し書き回してる感じで嫌だなってことですね。ヒーローやねんったらなんだこいつって言うた後にすいませんでしたありがとうございましたってやっぱどっかで言わなあかんコント終わってるじゃん、それ。ヒーローやねんから。コント終わるじゃんそこで。最後の方よ。最後の方、最後なんて言うんだよ。いや、消えろ。なんで消えなあかんねん。コントの終わりじゃないですか。これで暗転してくれないと。楽しくなったやろ、でもラップで。そうね、僕らは善意で僕はやってますから。いや、僕は楽しくなってないですから、突っ込んでるわけですからって。うん、はい、素直になれよ。確かに素直じゃないですね。いやいやいや、お前ほんまになんだこいつと思ってんのか。今の全然ジーンときてないですよ俺。今全然ハマってないですよ今のことは。なんかハマってるみたいになってましたけど、ほんまに改心しないですよ俺。ほんまになんだこいつなんて思ってないやろ。いや思ってますよ、ネタ中は思ってますよそりゃ。いやでもほんまは思ってないやろって。いや思ってますって。中学から友達やねんて、思ってるわけないや。いや思えますよネタ中は。全然思えへん。いや今は思ってないですよ、ネタ中は思いますよそりゃ。ネタ中でも俺思えへん。なんだ、フラストでしょだって。思おうとしてんねやろ。
いやいや、そなんか悟りみたいな感じやめてください。俺お前の気持ち分かってるからみたいな。い違います、そんないっすよそんなの。知ってるんだもん高木って絶対。いや知ってますけど、いやそういうもんじゃないですか。だってどうした高木っていうのって分かるけど。確かに。いやいやえ、ネタ始まりになんだこいつなんてね。初対面じゃないってこと。ヒーローやろ裏テーマ。まあ一応ヒーロー 裏テーマ裏テーマ、はい、裏のこと分からんもん。一緒やん、ウルトラマンと一緒やねん。そしたらまあ、でもウルトラマンにも最初でもみんななんだこいつ的なこと思ってんじゃないですか。変なもんが来るわけじゃないですか、ウルトラマンっていう。なんだこいつなんて言うてる人いてなかったよ。言わないよ、うん、思ってても言わないよ。じゃあ無理無理、聞かないでよ、聞かないでよ。変な感じで終わるじゃん。ででん、坂本冬美、家でできたキュウリ、まずまずの出来、55点。ナインティナインのオールナイトニッポン。さあメールが来ております。はいはい。お、ラジオネームスルメ、オリコンさんから、岡村隆史高い靴で仕掛けるも連敗と記事が出ています。やはりオリコンさんはジョイマンには興味はないものの、身長対決には注目していたみたいです。今回の企画変更の理由がなんとなく分かった気がします。乗ってるって。乗ってるけど、オリコンさんはあえてけえへん方がおもろいやろっていう。まあおそらくね、ちょっとは書いてほしいですね。でもジョイマンのことに対してやっぱね、結構ずっしりきますね今の言葉。さっきの CM 明け前の感じからのこれはきついですね。なんか高木ラップやってんのにそんなに水分取ってないけど、お前めちゃめちゃ水分取ってない。いや体が熱すぎるんですよ今。すっごい熱いですよ。僕なんか何も飲んでないんじゃん。あ、僕ここにあります。あ、飲んでるか、はい、飲んでるか。いやちょっともう終わっちゃうんで、飲んでる。もう一本飲みたいぐらいですね今。あかんよ、一人一本。ここにあります、一人一本。あ、すみません、あとじゃあいただきます。優しい福さん、優しいよ。もう一枚いこうかな。ラジオネーム強レイス、福君、はい、よく見張っておかないと、ちっちゃいおっさんが前の海さんみたいに頭にシリコンを入れかねませんよ。あ、うん、頭にシリコン入れるんですか。そしたら身長伸びんのか。そうそう、うん、まあ普通の測定する場合はね、まあまあそんなことはせえへんけどね、うん、でもまあ同じようなことしてますよね。そうで、上か下かですもんね。確かにしてるよね。どの辺で あの伸びた。3年前まだな、もうほんまに肩ぐらいしかなかったんや、まあ、僕の。3年前は僕のこめかみに岡村さんぐらいでした。俺の方がちっちゃかったってこと。そうです、そうです。あ、そんなこと、そう言うたらあかん。いや本当です、本当です。いや証拠画像は後で、まあ、うん、やっぱりもう一回ね、写真もう一度お見せします。写ってんねんな。いやでも本当中学が一番伸びましたね多分。あ、でも小5から毎年 7、8センチ伸びてて、うん、はい、なんでもうずっと伸び続けて、入学が147センチとかだったんですよ、中1ので。卒業すると161とかだったんで、うん、結構伸びましたね、うん、まあそうね、もうやっぱ見たら分かるよ、うん、あ、伸びたなって、スラッとしてんなって思ったもん、うんうん、ラジオネームココット、うん、岡村さん本当に勝てますか。うん、勝てるよ。その革靴が最後の砦ではないんですか。他に勝てる方法ですが、リスナーは思い浮かびません。もう岡村さんは福君に負けたんです。諦めましょう、うんうん、全然負けてないよこういうの。もう俺もなんで3回かなと思ったけど、3回計らしてほしい。勝てるんですね3回目で、はい、3回目で大丈夫です、そのためのはい、自信がある。応援してください。どうなの。何かあるんですかね。何をすか、ね、いやもうでも普通考えたらあれ以上ある。いやないっすよね。だってシークレットブーツもう使ったわけでしょ、はい、うん、まあでも2本取ってますからね、もうすでに。福君何回も言うけど、2回買ったからって最後に買ってへんかったらあかんで。あ、そうですね、そう、最後でガーン逆転されたらもう俺の方が高いってなるもん、うん、最終的にそれで終わっていくことになるからね、うん、ラジオ。あ、そうですね、確かに。そうですね、それは嫌ですね、うん、2回取ったとか、うん、取ったとかじゃないから。取ったとかじゃない。、うん、何取ったって。じゃあ何で3本勝負するんですか。いや俺はもうまあまあまあ、うん、うん、確かに、まあ最後にだから逆転と言わしたら確かに、うん、
そうそう、僕も伸びるかもしれないですもんね。確かにそうだな、うん、俺この間そう見てきたとこやんな、丸森のなんか NG シーンみたいな。あ、本当ですか。そう、すっごいなんかちっちゃかったもんな。うん、そうですね。あの時116センチとか映像やからな。伸びましたね。すいません、ごめんなさいって言ってたもん。うん、おかしいな。うん、まあそれはこの後ね。うん、はい、あ、きっちりと。ああ、ちゃんとやる。はい、ちゃんとやる。わかりますよ。はい。もう一枚いきますか。いきますかね。はい、ラジオネーム夜ご飯はおみそば。新ジョイマン高木さんの相方の方の名前を今一度考え直してみてはいかがでしょうか。うん、考え直す。ジョイマンの谷口さんという名前はしっくりきません。世間の人たちにもっと浸透されるような名前をナインティナインのお二人、そして福君に決めてもらってください。個人的には新ジョイマンのフィット竹村というの。フィット竹村。ちょっと待ってください。いいですか。フィット竹村。やだやだ。やだ。なんか生理的にやだよ。なんでフィット竹村。フィット竹村。この笑いが一番やだ。なんか。いいやない。なんかフィット竹村でこの盛り上がるんですか。フィット竹村。なあ、福君。どういう。めっちゃいいと思います。福君言ってください。ジョイマンの高木さんとフィット竹村さんでーす。痛くないです。痛くないです。一人だけ。ちょっと自分でどうもフィット竹村ですって言ってみ。どうもフィット竹村です。なんでこんな笑うんだよ。聞いてて、いや昔からフィット竹村だったかのようです。なんかしっくりきました。ました、はい、しっくり来ないよ。フィットしないよ。フィット竹村。フィットしてないって全然。いや、いいよ。フィット竹村ですか。フィット竹村。いやいや、でも何て呼ぶか迷いますよね。フィットさん。フィットさん。あ、フィットさん。いやいや、竹村さんにしかそれは。フィットさん優先なんですか。フィットさん。竹村さんでしょ、そしたら。いや、フィットさんになるよ。フィットさんになるんですか。フィット兄さんって言われる。いやいや、後輩からは。フィーニー。いや、ちょっと。フィーニー。フィーニー。いや、フィーニー嫌だな。フィット竹村ええやないか。いないんですか、ちなみにフィット竹村さんも。こんだけいいって言われたらもういるんじゃないですか。今ここで解明する言うたらオリコンさん。いや、やだやだやだよ。オリコンさんやっとニュースしてくれるって。オリコンさんがやっとこれはニュースになるでっていう。フィット竹村ですか。フィット竹村って何に引っかかってるの。何に引っかかってる。いや、フィットか竹村。何が言えんねん。フィット竹村、フィットか竹村か全部です。両方両方です。なんでフィットも竹村も。え、なんすかフィット竹村だから。いや、なんすかそれ。リスナーが考えてきて。いやいや、リスナーさんには書いて、いや、理由とかわからないですよ。フィット竹村の理由が。フィット感。え、芸名や。ジョイマンの竹村は。いや、やれです。竹村がもやれです。そしたらフィット竹村がまだいいです。そしたら。ほな、フィット竹村でいい。いやいや、福君は芸名なの。はい、あ、僕本名です。あ、鈴木福です。僕本名ですもん。だから芸名やフィット竹村だから。そうそうそう。え、俺芸歴20年目にフィット竹村変わるんですか。芸名行かないでよ。だからいいと思うよ。フィット竹村さんでした。池谷です。出たよ。指先からチーズの香りがするマニキュア70点。ナイティナイのオールナイトニッポン。岡村隆史 VS 鈴木福、身長対決3本勝負最終決戦。本当の最終決戦、最終、はい、これで決まります。はい、はいはい、ちょっと雰囲気変わったもんね。あれ本当めっちゃ変わってます。何も変えてない。何も変えてない。ワイルドになりましたもんね。なんか、あ、そう、うん、なんかね、うん、すごく髪の毛が立ってらっしゃる。かっこいい。そうね。ちょっと前仕事あったんでね。ラジオ前に。え、でもさっき降りてましたよね。え、お、さっき降りてました。髪の毛ね。いや、遠くて、何人。まあ、とりあえず測りますか。福君から行く、俺から行く、どっちからでもいいけど。僕から。福君。それ毎回入れんな。決まってる、一応決まった。いや、もう福さん勝つでしょ、これ持ってきたもんか。今回もまた。ね、縮んでたやつね。これちょっと、うん、うん、曲がってきてるからさ、ね、さあ、最終決戦。170いってほしいな。本当に最後です。いきます。曲がってきてるからな。まあ、どうなる。何センチ来い。いや、緊張すんな。出ました、167.8。あれ、やっぱりやっぱりこれね、岡村さんのせいですよ。ムラがあるよ。しっかりこれまっすぐに直さないとダメですね。確かにこれが
ちょっとまあまあまあでも、かもな。でもこれでも絶対勝てますって、うん、そうやな、さっきも勝ってますから、うん、いや、そう思う、ね、だからこれは余裕持ってていいと思う、うん、いや、そうです、ね、いいですか、うん、じゃあ、はい、最後、はい、はい、剥がらせてもらって、はい、なんかめっちゃ緊張してる、いや、ちょっと待ってくださいよねえ、これなんかすげえ、なんかピンク、すげえ、ピンクのブーツ、え、これ見たことあるよ、これ見たことあるな、なんか見たことある、ピン芸人のな、ね、はいはい、あの子が履いてるやつやな、長い金髪の、はい、うん、え、ちょっと測っていいですか、とりあえず身長測りましょう、はい、え、これってどういう判定になるんですか、何ですか、いや、まあなんかその髪の毛の先端に、頭の頭頂部どこですか、 ちなみに教えてください、確かにね、え、もうこの下すぐ皮膚です髪の毛じゃないですか、髪の毛立ってるように、髪の毛じゃないです、シリコン入れられたんですか、前のシリコンは僕長いですよ、思ってるより、ね、はい、このシーンだけテレビでありたかったか、このシーンだけ確かに触らないですね、これ、うん、あ、ここが、そうそうそう、福君もそうや、その髪の毛の下すぐ皮膚でしょ、皮膚です、めっちゃ皮膚です、ね、僕もだからここ、髪の、ここの髪型、髪の毛の下もすぐ皮膚です、はい、あそこだけ高いんだよな、よ、はい、じゃああんま押さえつけたら痛いですからここ皮膚やもんね、はい、あくまで、はい、いきます、はい、出ました、ねじんのはいいっすよ、まさかの、え、はい、ちょうど170センチ、うわ、え、すげえ、なにこれ、さあ最終決戦は岡村さんの勝利、嘘嘘だ、変わった、おめでとうございます、はい、170センチです、今170、170センチ、170センチ、今ちょっとじゃあ並んでほしいな、福君170センチ、一つ提案なんですよ、はい、僕ももう一回測り直させてもらっていいですか、いいよいいよ、何回でも、ね、一応靴履きできます、もうこのまま行かせていただきます、はい、うん、はい、いいよ、あ、負けず嫌い、福君は負けず嫌いだな、いけるの、え、でもこれいくでしょ、出ました、はい、まさかのちょうど180センチ、よっしゃアップ、あれこれはもう勝てないですよ、もう勝てないと思いますよ、180ですよ、え、いけます、立てます、まず大丈夫ですか、立てます、それそのやつ、怪我だけしないでくださいよ、危ないですよ、あ、すごいかも、岡村さん岡村さん出ました、174センチ、あということで、この勝負どっちもズルですドローですね、これはもうズルドローです、ズルドロー、ズルドロー、最終決戦はズルドローです、確かにな、見にくいやつだったな、そう最後、いやー、ひどいな、ちょっと最後はいやでも福君もこう、まあ僕もね、うん、負けず嫌いが出たんで、出てましたね、それやるならやったなと、うん、でも俺もすごいなんか夢の170センチ台になってすごい良かったこれからテレビ出るとき毎回それで出られるのかだから人生で170センチって言われたら初めてやもんな、そう、身長170センチ初めて、それが多分嬉しかったでもこのザジーの靴が助かったザジーのブーツ、この後ラジオね、あのザジー出るから、マジカルラブリーの俺らと日本で、そう、ま、マジカル、そうゲストやね今日、そうなんですね、うん、それでザジーの本物なんですか、ブーツが本物の、あ、本当に借りてきたんですね、それあんな背伸びで使って大丈夫確かに、でも170センチってやっぱちゃうねんな、見た感じ違いますか、全然違う、いやまあそうやな、うん、自分のな、うん、あの視野も違うし、確かに、うん、そうですね、周りのな、はいはい、見え方も違うもん、うん、そうちょっとフィット谷村やったっけ竹村、フィット竹村、ちゃんと言ってください、フィット竹村ではないですよ、フィット池谷です、池谷ですよ、フィットフィットも覚えてます、ね、フィット竹村、竹村でしょフィット竹村、ちょっとなんでだよ、竹村当ててみろよ、もう一回フィット竹村なってるじゃん、フィット竹村、フィットさんフィットさん、フィットちゃんみたいな、それ自分でやってくれる、はい、わかりました、やるよフィットさん、すごい、フィットさん面白いな、はい、いくよ、はい、フィット頑張れ、フィット何センチ、出ました、168センチ、ちょっと俺の体どうなってんすか、これ俺の体は伸びたり何が起きてんすか、今伸びたり、えらいごっちゃ、すごい
でも、あ、そっか、これあれじゃないですか、フィット竹村の身長じゃないですか。うん、というと終わりました。毎回これだよ。背伸びとかせえや、背伸びとか。フィットないですよ。もう一度見たい90年代のフジテレビ月9ランキング、うん、1位は101回目のプロポーズ、うん、99のオールナイトニッポン、俺東京ラブストーリー、どっちも名作。2位99のオールナイトニッポン。この番組は株式会社サテライトオフィス、 AK レーシング、エイブル、ブルボン、タカスクリニック、アガルートアカデミー、ワンカップ大関、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りしました。さあ点取り採用者です。品川区ペンネームトラキッチン、兵庫県ペンネームゴリラババア、中野区ペンネーム世田谷の痩せ型、杉並区ペンネームダラスマブス、4名の方々におカードを差し上げます。さあ今日の放送は、ラジコのタイムフリー機能で1週間聞き直せるほか、Spotify のポッドキャストではタイムフリー終了後もこの番組のアーカイブを無料でいつでも聞き直すことができます。なお Spotify では本日の放送分だけではなく過去の放送アーカイブも独占配信されていますので、過去の放送を聞きたい方は Spotify のアプリをダウンロードしてぜひチェックしてみてください。そして一部の放送局を除いてこの後3時からはマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ、こちらもお楽しみください。はい、つながっているんですね。マジカルラブリーと、はい、マジカルラブリー、こちらです。おはようございます、マジカルラブリーです。どうもです。おはようございます。今日はゲスト来るのかな、そっちね。来ますよ。なんかブーツがそっち行ったっていうのをあら聞いたんですけども、ちょっとあのザジーのブーツ、そうですか、ちょっとパクらしてもうて。そうなんです。でもザジーが来てくれまして、はい、ちょっとあのいろいろ変人のすすめを、教えてもらおうかなと思いまして。ほら素敵な、はい、今日の岡村さんもずっと変人やったここの辺やの、はい、すごかった。うちあのジョイマンが、はい、あの改名してフィット竹村って。嬉しいです。僕同期なんで。同期やねんな、はい、あそうか、フィット竹村いいですね。 お友達の方高木さんじゃなくて、フィットの方、フィット竹村なってないんだけど、なんか盛り上がってますよ。それでよろしくな、フィット。よろしく。呼びやすいよ、でしょ。めちゃめちゃ呼びやすいです。フィットいいよね。かわいいですね。フィットで行こう。嫌ですよ、ジョイマンのフィット。そうそう、ノーフィットですよ、ジョイマンのフィット。あと気をつけてね、あの鈴木福君って今までの福君と違うからね。すごい大きくなってるから。そうなんだ。イメージでまだ丸盛りかもしれない。そうでしょ、丸盛りになってましたね。全然大きくなってるから。あ、そうなんだ。じゃあこの後も頑張ってね。じゃあね、ありがとうございます。はい、ぜひ聞いていただけたらと思います。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。さあということで、福君、はい、今日いかがでした？いやー、すごく楽しかったです。まさかね、こんな風にして誕生日を迎えられるとは思ってなかったので。そうか、18歳になって初の仕事やもんね、これが。はい、すごいよ、ね、いや、ただやっぱこの放送に出たっていうことで深夜 OK なんだなって思われて、今後がちょっと自分大変だろうなっていうのは思ってるんですけど。まあまあ、ね、ただね、そうか、夜ね、楽しくこれからもやらせていただけたらなと思ってます、うん、いや、まに、うん、もう今日はめでたい日ですから、ね、はい、うん、そうですね、誕生日新生、ずるしてでも180いったんで。そうね、はい、僕としてもいい記念になったなっていうのはあります、ね、やば、唯一あそこでこうなんか福君の怖い瞬間は見れました。あ、ま、負けたないんや。まあね、それはね、あるとは思いますけど。ちょっと男っぽい福君見れてよかったですね。いろんなね、奇跡的な瞬間、鈴木福君が180センチの瞬間、岡村隆史が170センチの瞬間、初めて見る景色、はい、そしてジョイマンの池谷ですよ、もう終わりますよ。名前が変わるね、フィット竹村という名前に変わった瞬間。変わってないんですよ。いろんな瞬間が見れましたけど。本当よかったね。高木さんいかがでした？本当に幹部寮マグロ寮何言ってんだよお前は。あれ変えてないよ。はい、なんだこいつ、なんだこいつ。いや本当に思っちゃったんで、何言ってんだろうって。フィット竹村はそれでいくの？何言ってんだよお前は。滑舌いい芸人さんなんだな。こうちゃんと何言ってんだお前は。フィット言ってみて。フィット
うわいいじゃない。こんなワイドショーありますね。決まりのワイドショーあったでしょ、こういうの。決まりのセリフもできてね。ダサー、仕事増えるぞ。ダサいっすよ、このフィットは。フィットいいよ、でもどこで使うんですか、このフィットは。どこで使うんですか。フィット使えるやないの。どこで使うんですか、フィット。いや、さあ今週も始めていきましょう。フィットいやいいやんか。番組始まってるじゃないですか、このオープニング。あなたとフィットそして明日もフィット。いいやん、全部合うやん。うわーすごいな。ちょっとちゃんと俺言おうかなと、浮気の人に。よかったね、よかった、検討しますよ、本当に。あとフックも遅くまでありがとうございました、はい、ありがとうございました、本当に。また170センチにズレせず到達したら、はい、また来ます、うん、またお願いします。ジョイマンもありがとう。ありがとうございました。ありがとうございます。お時間です。さようなら。